デビデフ、どうも、おっさんでございます。おっさんはですね、今、リューベック、二日目の夜でございます。夜なんですけどね、まだまだ明るいです。今、8時ぐらいなんですけどね。そうしましたらね、ここから飯食いに行きたいなと思います。よろしくお願いします。リューベック、最後の夜のご飯でございます。なんかね、窓見たら結構雨降った後になってますね。そうしましたら、行きましょう。レッツゴー。はい、本日のレストランはこちらでございます。ブロックハウスさんですね。はい、さっきのね、通り沿いから入るんじゃなくてね、ちょっとなんていうか本通りから入るって言ったんですかね。入り口なんですけども、先ほど行った入り口だとね、ピザ屋さんになるみたいで、それでステーキハウスどこ行くんだって聞いたら、このね、通り沿いからこんな感じで2階にやりますよって言われました。というわけでこの上上がってきましょうか。この上ですね、ステーキ。じゃあ行きましょう。はい、ステーキ屋さんのメニューはこんな感じですね。楽しみでございます。はい、レストラン入ってきました。これがね、おすすめメニューですね、フィレミニオンで、それに合わせるワインって形でロゼワインもちゃんとついてますね。で、これがまた別のおすすめメニューですかね。このね、ストリップロインってどんなステーキなんでしょうね。ちょっとこれはこれで気になるんですよね。で、メニューはこんな感じです。いきましょう、スターターがあって、スープ、サラダで、メインのステーキたち、それと細かい焼き物とか、あとはステーキ以外のものですね。サイドオーダーもありますよ。こちらがドリンクでございます。ワインが白、赤、ロゼ、スパークリングがあって、ビールはね、1種類かな、タップビアは違うかな。あとはソフトドリンク、スピリッツで、コーヒー&テイですね。じゃあ注文していきましょうかね。まあ、もともとね、おさんがここに来る前に、だいたい目安のメニューを考えてはいるんですけども、このね、リブアイにするか、それともね、こっちのね、おすすめのね、この 300g のストリップスにするか、ちょっと悩んでます。ちょっと考えます。はい、ビールやってきました。ビールはね、ビットブルガーですね。よし、飲んでいこう。ワインも頼んでるんで、後ほど来ると思います。じゃあ、いただきます。はい、サラダがやってきましたよ。これね、ステーキ頼んだらね、サラダついてくるんですね。ステーキにサラダに、あとフレンチフライズですね。ベイクドポテトどうしますって言って、いらないって言ったら、なんかフレンチフライズもあるけどって言われて、フレンチフライズになりました。ではいただきましょう。ワインきました。これね、赤ワインなんですけど冷えてるんですよね。なかなか珍しいなと思って。どうしようか。じゃあちょっと赤ワインもらっていただきましょうか、カベルネソーヴィニョンですね。いただきます。少しね、冷えてるからで、ね、渋みを抑えられてますけど、かなり渋みがある方だと思います。うん、ぶどうの香りもあって美味しいですね。結構入ってますね。サラダはね、レタスにトマト、それと玉ねぎ、キュウリってとこかな。いただきます。 H マークリック、イタリアンドレッシングと、イタリアンパセリ、イタリアンドレッシングじゃないな、オリーブオイルか。オリーブオイルとイタリアンパセリ、あとクルミが入ってますね。うん、どうしようかな。最初にね、サラダ食べきるのは正解なんだけど、肉と一緒に食いたいですよね。トマト、これ以上サラダ食べて、サラダでお腹いっぱいにしたくないんで、ちょっと止めようかね。肉頼んでますからね。ワインもビールも飲みたいけど、肉欲しいよね。向こう側はね、川沿いなんですけども、外を見るとホルステン門が見えるようになってますね。あっちは多分人気席なんで、予約しないとダメでしょうけどね。おっさんね、ステーキ食いたかっただけなんで、ね、結構ね、空いてますね。土曜日ですけど、まあ時間もね、8時半回ってますからね。こんな感じになるでしょうね。じゃあゆっくりしてきます。はい、料理がやってきました。タルタルですね。これ多分バケットに乗っけて食べるって感じなんでしょうね。この辺は漬物みたいになってるんですかね、それとも普通のラディッシュ系なんですかね。じゃあいただきましょう。よし、いただきましょう。じゃあこのパンみたいなやつに乗っける前にちょっと食べるか。ちょっと食べてみましょうかね。肉です。タルタルですね。いただきます。 H マークリック、甘めのソースで味付けられてますね。そしたらこのパンに塗って食べましょうか。こんな感じ。
どうでしょう。いただきます。あ、外れないやつや。この大根みたいなのは何なんでしょうね。普通に漬物になってるんですかね。それともただ切っただけかね。うん、ただ切っただけやで。さてステーキはどんな感じかね。オランダでもだいぶステーキ食ってますからね。昼のハンバーガー食べてからもうね、夜が経ちが8時間ぐらい経ちますね。じゃあここにある刻み玉ねぎをちょっと混ぜてみましょうか。これ最初から刻み玉ねぎ混ぜてないのは玉ねぎ嫌いな人用かね。こんな感じ。いただきます。うん、あの混ぜて正解なやつ、めっちゃうまいわ。おさんフォークでサラダ食べるのが苦手なんですよ。何気にさ、おさんこのビットブルガーって初めて飲んだかもしれん。ドイツのスーパーだったら売ってるとこ結構あるんですけどね。はい、サラダ終了。どうなんでしょうね、俺的にこのパンとこのラディッシュはいらないんだけど。ひとまずパンとラディッシュは残します。肉は超うまいですね。ケイパーの酸味がなかなかアクセントになって肉の美味しさを引き立てるというか、あと玉ねぎで歯応えをつける、なかなか美味しいです。はい、ステーキやってきましたよ。 300g のステーキです。これね、わかります、この肉汁がねちょっと溢れてる感じがめっちゃうまそうですよね。匂いが半端ないですよね。これパンですね。それとおっさん、ベイクドポテト嫌だって言ったらフレンチフライズにしてくれました。ありがとうございます。じゃあ赤ワインと一緒に楽しんでいこうかね。ビールは割ってます。これなんだろうな。これよくわからんかったんですけど、トマトケチャップって、あ、なるほどなるほど、フレンチフライズ用のトマトケチャップがこんなでかいので来るんだな。じゃあいただきましょうか。まず肉切ってきますよ。どうですか、肉こんな感じ、めっちゃ美味しそうですよね。じゃあちょっと包丁で切って、包丁じゃないナイフで切ってみましょうか。もうちょっとこうしようかね。いきますよ。一応ミディアムとは言いましたけども、あ、本当だ、いい感じでピンク、わかりますか。うまそうですね。じゃあ食っていきましょうか。じゃあ肉いただきます。うん、ちょっとソース欲しいな。なんかソース頼んでみます。はい、ステーキソースありますかって言われた、もらいました。これなんだろうね、まだ味見してないんですよね。ちょっと味見してみましょうかね。ちょっと肉の上に乗っけてソースだけ。お、甘めのサルサソースですね。これうまいな。じゃあこれ行くしかないな。これソース、こんな感じ、わかるかな、ちょっとカメラ遠いですけど、すいません、こんな感じで塗ってます。いただきます。お、うまい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 、めっちゃうまい。肉も結構柔らかいですね。フレンチフライズ、芋はそんな味ないんで、このザ・ケチャップ先生にお願いしようか。どうしようかな、ケチャップ先生直にかけたらアホみたいな感じになっちゃうな。じゃあちょっと横に、なんかステーキペッパーというのがありますね。じゃあステーキにかけちゃおうか。結構ね、でもね、このステーキ自身は胡椒が効いてますね。塩胡椒だけで、ちょっと塩胡椒きつめにかけました。うん、うまいですね。やっぱりね、網焼きでグリルしてるからさ、めちゃくちゃあの香ばしい味がしますね。フレンチフライズ、ドイツではポメスって言うんですよね。ポメス、グリルバケットかな、ちょっと焼き目が入ってますね。あ、ガーリックトーストだこれ、めちゃくちゃニンニクの匂いですよ。いただきます。
あ、うまいやつやわ。よっしゃ、メットサルサだ。うふっ、サルサがピリ辛でめっちゃうまいわ。あっち側にね、黒板にさ、リースリングワインがなんかおすすめみたいな書いてあるんだよね。でめっちゃ惹かれるんだよね。赤ワインさらっと飲んでリースリング飲むかな。カベルネ・ソーヴィニヨン終了。じゃあ、あそこに書いてあるんです、ちょっとリースリングワイン気になるんで頼んでみましょうかね。はい、リースリングワイン。この間トリアで飲んだやつめっちゃ美味しかったんだよね。いただきます。ワインのね、嫌な味は全然しないんですけど、めっちゃ酸味が効いてますね。あ、すげえ、あの白ぶどうの香りがすげえわ。肉だとね、赤ワインっていう感じがするんですけど、脂身がない肉だったらこれ白ワインで十分美味しいと思いますね。今日はね、7月の15日なんですけども、あの動画の最初に書きました通り、7月の19日までバカンスなんですよね。で、7月の20日から仕事なんですけど、明日は別のとこに移動して、明後日も別のとこに移動するんですよ。だからリューベックは今日2泊で最後ですね。レストランがさ、めっちゃ暑い。こういうパンの付け合わせはありだな。おっさんのオランダ旅行記って書いてる割にはさ、オランダ旅行があんまりなくて申し訳ないんだよね。はい、リースリングワイン終了。よっしゃ、アルコールは終了。芋もこれで終わりです。うん、やっぱね、あのベイクドポテトよりねフレンチフライズの方が美味しいですね。リューベックに来たらね、やっぱり魚料理が有名なんで、1日はね魚料理食べた方がいいと思います。だけど2日目はこういうステーキ屋さんもいっぱいあるんで、なんていうかな、アルゼンチンステーキ屋さんっていう感じじゃなくて、アメリカンなステーキ屋さん、あ、肉最後です、そういうのも食べるのありかと思います。ステーキをバクバク食べるっていうのはなんかヨーロッパって感じかな。おっさんさ、もう15、6年ぐらいいきなりステーキ行ってないんですけど、ワインとかビールとかって置いてあるんですかね。あ、終了。あ、美味しかったです。めっちゃめっちゃ美味しかった。なかなか素晴らしい料理でした。よし、じゃあ帰るかね。ごちそうさまでした。あ、美味しかった、めっちゃ美味しかったな。さすがにこれ以上入らんわ。じゃあ帰りましょうか。はい、ごちそうさまでした。こちらです、ブロックハウスですね。こちらステーキ専門店でございます。大変美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあ帰ってしまいましょう。ですね、レストランがこちらの川沿いにあって、後ろにねホルステン門があるんですよ。で、レストランが2階で、入り口はこちら側から入る感じになります。この下だとね、あのロステリアって書いてあるじゃないですか。あそこイタリアンの店なんですよね。だから入り口どこだってさ、イタリアンの人に聞いたらさ、あのこっち側に入ってすぐに登るところがあるからそこから入ってって言われましたね。2階です。ですので、あの窓際にね席を取ると、ちょうどあれですね、このなんだ、潮の倉庫とホルステン門が見える感じかな。まあこの木が邪魔って感じもするけどね。というわけでおっさん帰ります。いや、最後ちょっとあのホルステン門見納めて帰ろうかね。どうすか、でかいよね。なんかちょっと歪んでるのが面白いよね。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。はい、どうもおっさんでございます。ブロックハウスさん、ごちそうさまでした。美味しかったですね。ステーキとタルタル、それを頼みました。ステーキにはさ、サラダとさ、フリッツ、それとあのガーリックトーストがついてるのはなかなか素晴らしかったですね。
おっさんがね、いつもあのオランダで食べるようなビアーズ&バレルスの方はグリル野菜がついてますね。あとフリッツもついてますけど、どっちが好みかって言われると難しいとこですね。おっさんグリル野菜も好きですからね。美味しかったです。大変美味しかったです。ワインは、カベルヌ・ソーヴィニヨンの赤とリースリングワインの白、それとビットブルガーのビールですね、飲みました。65ユーロだったかな。そんなめちゃくちゃ高いな、まあ、日本円に直したらさ、まあ、9000円ぐらいになるからめっちゃ高いんですけど、ユーロだったらそんなもんでございます。これで、リューベックの動画は最後になります。明日はね、別のあの都市に向かいますので、よろしくお願いいたします。リューベックは200、なんかもったいない感じもしますよね。ハンブルグもね、本当はね、宿泊したかったんですけど、宿代が高すぎてね、ここ、あの、リューベックで泊まってる宿代の 1.5 倍ぐらいするんですよね、同じようなフトルで。だからちょっと諦めました。まあ今日観光に行ってさ、人がすごい人でしたからね。まあ、金、土、日の宿なんてめちゃくちゃ高い。日本もそうですしね。高いですからね。そうしましたら、明日は明日の動画になります。ご視聴ありがとうございました。いや、リューベック良かったです。また来たいね。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。